ねえねえマリサ、私どうしても気になることがあるんだけど。いきなりどうしたんだ？ウプ主のフードの中って、どうなってるの？どうって、そんなの普通に髪の毛があるだけに決まってんだろ。マリサンくん、本当にそう言い切れるんですか？なんだよ急に。だって考えてもみなさい、ウプ主がフードを取った時、それはどんな時ですか？フードを取った時？サムネの時や画像で。あ、そうなんです、あいつはこの楽屋の中にある、このパネルを使っただけなんです。だが確証がないんだぜ。皆さんはこのウプ主の口が動いたところを見たことがありますか？ありませんよね。なぜあいつは動画の中でフードを脱がないのか、なぜこの楽屋にあるあいつが自分で作ったパネルを使うのか、怪しすぎます。霊夢、お前今日どうしたんだ？まるで別人なんだぜ。え、いつもだよ。ああ、そうか、今はマリオメーカーの収録じゃないからバカのふりをしてないだけか。こいつにそのこと話すとまた面倒くさいことになるし、黙っておくか。まあ正直あいつがフードを脱いだところを見てみたい気はするし、フードを剥ぎ取ってみるか。それで、どうやって剥ぎ取るんだ？そこなんだよね。でも普通にフード取って、って言ってみたら取ってくれるんじゃないかな。まああいつが実際隠してるかどうかもわからねえからな。じゃああいつを呼び出して聞いてみるか。急に呼び出してどうしたの？ああ、少しお前に聞きたいことというか、頼みがあるんだ。え、私にお願い？人から頼りにされるのってなんか嬉しいですね。なんでしょう、なんでも聞きますよ。あのね。はいはい。フード取って。おいこら待てウプ主。おい霊夢、あいつ絶対頭の中に何か隠してるんだぜ。今ので確信しました。絶対捕まえてフードを剥ぎ取ってやります。ということで、待てこらここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。